お疲れ様です。 KT です。今日は7月10日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。はい、明日から Amazon プライムデーとなっております。皆さん買うものは決まっておりますでしょうか？せっかくのね機会なんで、ぜひねいいものをゲットしてみてください。はい、というわけで本日広島カープの方はねゲームの方を行っておりません。移動日になっておりますね。昨日の名古屋バンテリンドームから明日の、ね、東京ドーム東京への移動となっておりまして、明日からねジャイアンツの3連戦控えておりますんで、しっかり休養して調整してね、万全は難しいかもしれないんですけども、可能な限りいい状態で試合の方に臨んでほしいなというふうに思っております。はい、でオールスターまで残すところね6試合と、ジャイアンツの DeNA の3試合6試合と、なっておりますんでね、なるべくいい形でね、折り返し、まあ、実際の本当のねリアルな数字での折り返しはねもう済んでいるんですけども、まあ、オールスターを境にね前半後半と言いますんで、いい形で後半戦迎えれるようにね、この6試合は、なんとか最低でも5割以上で、終えたいなというふうに思いますんでね、皆さん応援の方しっかりやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、というところですね、明日、ジャイアンツの試合あるんですけども、もう一つね大事なイベントがありまして、はい、皆さん分かっておりますでしょうかということなんですけども、まあ、 あのサムネイルとねあのタイトルにも載せてあるんですけども、明日セリーグの月間 MVP の発表があるという日になっております。はい、で今日はですねその月間 MVP をちょっと予想していこうかなという動画の内容になっておりますんでね、皆さんが思う6月の月間 MVP はこの人だというのをね、もう完全主観で構いませんのでね、ぜひともコメント欄でね教えてください。よろしくお願いします。はい、というわけで、KT が考えますね、月間 MVP 見ていきたいと思います。まずは投手のところですね、こちらドンということで、まあ6月をね見るにあたっては4月5月の傾向を抑えておこうということで、4月5月も上からね載せてあります。緑色のところがですねあの4月、そして赤のところがね、5月となっております。はい、4月ピッチャーですね、実際に受賞した選手が、タイガースの村上投手となっております。で成績の方は2勝なんですけども、防御率がなんと0.00 ということになっております。これね記事によってはなんか 0.2 いくつみたいなね記事もあったんですけども、見間違いかな、はい、何が正しいかちょっと分かりませんけども、自分がね一番頼りにしているブログの方では 0.00 になっておりましたので、ここには 0.00 と書いております。はい、でその他でいきますとね、DeNA の東投手もね3勝して、防御率が 0.64 という非常に素晴らしい数字ではあったんですけど、やっぱりね、この 0.00 というインパクトによって村上投手がね、受賞したんじゃないかなというふうに思っております。はい、すいません、これね4月と書いておりますけど、正確には3月4月というところなんです。ちょっとねスペースの関係で4月というふうに載せております。はい、そして5月のところを見ていきますと、同じくタイガースの、大竹選手ですね、やっぱり4月5月タイガース強かったんでね、連続受賞となっております。はい、で大竹投手、まあ、カープにもね、本当にたくさん勝っております、抑えられておりますというところなんですけども、数字の方を見ていきますと3勝しておりまして、防御率がなんと 0.33 ということで、1試合投げてもね1点も取られないと、3試合投げてようやく1点取られるぐらいの計算になるのかな。はい、この率になっておりまして、もう5月に至ってはね、もう対抗馬すらいないぐらいね、圧倒的な数字で大竹選手が、受賞ということになっております。はい、続きまして6月のところ見ていきます。今月と言いますかね、先月、誰が受賞するのか、明日誰が発表されるのかというところを見ていきますと、まずね防御率を軸に見ていきますと、高橋宏斗投手、素晴らしいですね、 0.61 というふうになっております。まあ、ただですね、チームの状況も悪いということもありまして、勝ち星が2で、終わってしまっているということで、この辺がねどう響いてくるか。まあ、投球回数はね 29.2 イニングなので、約30イニング投げているということはね、十分投げていると、まあ、その中で 0.61 というのは十分な成績なんでね、これは候補に上がっていると思います。はい、この2勝というのがどのように評価されるかということになっております。はい、そして、その次ですね、スワローズの小沢投手ですね、こちらも十分ね候補に入ってくるということで、成績の方は3勝23イニングを投げて3勝となっておりまして、防御率もね1点台切っております、 0.78 ということで、素晴らしいピッチングの内容となっております。はい、そしてもう一人 DeNA のバウアー投手ですね、
こちらがなんと4試合投げて4勝ということで、一番ねインパクト的には強いかなというふうに思いますね。で防御率の方はね 2.08 ということで、まあ高橋さん小沢さんに、比べたらね若干悪い数字であるんですけども、やっぱり MVP ということでね、チームをいかに勝利に導いたかという要素もね加わってきます。やっぱり4勝したというのはね、これは頭一つ抜けているのかなというふうに思いますね。まあ勝ち星軸で行くとバウアー投手というようなね予想が立ってくるのかなというふうに思うんですけど、逆にね4月のところ行くと2勝の村上さんがね3勝の東投手を抑えて獲得しているというところを見ると、ひょっとしたら高橋投手、それから小沢投手にもチャンスがあるんじゃないかなというふうに見ておりますんでね。 KT の予想でいくと本命がバウアー投手で、対抗に小沢投手かな。で、穴で、高橋宏斗投手なんかもね、0.61 という防御率をもとに、ついてきているんじゃないかなというふうに思いますんでね。この辺は本当にね、バチッとした基準がないんでね。まあ、基準がないからこそ面白いんですけども、誰が受賞するかというのを明日の発表を待ちたいなというふうに思います。はい、そして、まあ、ピッチャーのところはね、なんとなくバウアー投手かなという予想は立つんですけども、続きまして野手のところもね、同じように見ていきたいと思います。こちらです。ドンということで、同じように4月、5月と並べております。はい、で4月はですね、宮崎選手打率4割4分4厘で、受賞となっておりますね。その他の選手ね、最多安打、それから最多ホームラン、見ていきますと、最多安打のところで秋山選手がね、受賞じゃない、1位となっておりますね。38本ということで、まあ圧倒的なね、1位の首位打者のね、4割4分4厘、打っている宮崎選手からさらにね、10本多い38本で秋山選手がね、最多安打となっておりますけど、実際に受賞したのは宮崎選手となっておりますね。まあ宮崎選手ね、結構体の方もね、結構なんていうんですかね、疲れが溜まるということで休み休みとなっておりますんでね、あのヒットの方は少ないんですけど、それにしても打率4割4分4厘、それから OPS が 1.266 ということで、まあ OPS というのはね、長打率と出塁率かなを単純に足したものというふうになっておりますね。まあ数字がね大きければ大きいほどいいということで、まあ12割6分6厘と読めばいいのかな。はい、1.266 というふうになっておりますね。まあ、この辺の数字が加味されての、受賞となっております。で、まあ、ちょっとずつね、状態の方は落ちてきてはいるんですけども、依然としてね、高い、アベレージキープしておりますのでね、宮崎選手、それから秋山選手、ここの同級生コンビのね、これからの、まあ、秋山選手ね、今3割切って、のかな、昨日の2安打で上がったのかな、はい、というぐらいね、3割の前後となってきておりますね。ちょっと差の方を広げられてしまいましたけども、こちらの同級生コンビの戦いというのも注目していきましょう。はい、そして3人目ですね、ジャイアンツの中田翔選手ですね。こちらホームランと打点のね、2冠に輝いておりました。4月はね、ホームランが6本、それから打点が14で、1位となっておりまして、ですが、まあ、打率が2割9分ということで、まあ、決してね、低い数字ではないんですけど、やっぱり宮崎選手のこの444というインパクトのね、強い数字によって、持っていかれて、まあ、秋山選手もね、38本ヒット打っての4割4厘なんでね、結構インパクト強いと思うんですけども、打率重視でいったのか、4割4分4厘の宮崎選手が受賞という形になったのが3月、4月と、いう風になっております。はい、続きまして5月のところも見ていきますと、ここはですね、ドラゴンズの細川選手が受賞という風になっております。まあ成績の方はね、打率とそれからヒットの方がね、1位となっておりまして、3割6分で1位ですね。でヒットの方も36本ということで、まあ3月4月のね、秋山さんの38本に迫る、数だけ打っておるということでね、素晴らしい成績だと思います。はい、でまあその他のね、候補見ていきますと、ホームラン一番打っているのが岡本選手の9本で、打率も3割2人なんでね、決してここも低い数字ではないんですけども、打率重視の傾向が多いのかな今年は。はい、細川選手が3割6分で、受賞となっております。でその他、佐藤輝明選手ですね、タイガース今ちょっとね状態良くないというふうになっておりますけども、22打点上げている、これは素晴らしい数字ですね。はい、まあ、ですが打率が2割7分2厘ということで、まあ4月のね中田の大将が2割9分で、MVP 取ることができなかったというふうに考えます。やっぱりね2割7分2厘では打点をね稼いでも厳しいというのが傾向としてね見られております。それにしても22打点というのはね立派な数字だと思います。はい、そして6月ですね、誰が受賞するかというところなんですけど、候補をねちょっと3人に絞ってみました。
はい、カープから2人おりまして、坂倉選手ですね、打率3割9分ということで、こちらも高いね、打率となっております。はい、で、2人目、西川選手と、なっております。打率3割7分1厘、ここも高い数字ですけども、ヒット数が33本ということで、ここがね、まあ、セ・リーグ月間1位という数字になっております。で、3人目が岡本和真選手ですね、こちらは、交流戦 MVP 取っているだけあってね、さすがの数字となっております。で、打率の方が3割飛んで9厘。で、ホームラン7本と、打点の19というのはセ・リーグトップと、なっておりますね。この辺は誰が選ばれるのかというのはね、非常に微妙なとこではあるんですけども、まあ、今年の傾向でいくとね、やっぱり打率1位だった人がね、選ばれているというね、強い傾向ありますんで、ここはもう間違いなく坂倉選手かなというふうに思っております。で、OPS の方もね、岡本選手を抑えて、11割5分4厘というふうになっておりますんでね、ここはもう坂倉選手確定でいいのかなというふうに思いますし、もっといけばね、キャッチャーとしてこの数字を残しているというところもですね、この査定の中身にね、入れていただければ、もう文句なしで坂倉選手なのかなというふうに思います。ちょっとね、試合数少ないというのはあるんですけど、まあ、それでいけばね、4月の宮崎選手なんかもね、フル出場しているわけではないというところを考えますと、まあ、規定打席入っていれば、そこは気にならないよということで、坂倉選手がね、やっぱりゴリゴリの、月間 MVP 候補なんじゃないかなというふうに自分は思っております。はい、岡本選手ね、交流戦で MVP 取っておりますので、ここはね、坂倉選手にぜひ譲ってほしいなというふうに思います。まあ、西川選手もね、33本ヒット打っているんでね、十分候補に上がってくるというふうには思うんですが、ちょっとね、ホームランがゼロというのがインパクトに欠けるのかなというふうに思います。で、打点の方でいくとね、坂倉選手、西川選手ともに10、10と、なってるのに対して、岡本選手が19と、なっておりますのでね、これはチームの勝利に貢献してるなというところですね、結構厳しい対抗馬が多いなというような印象ですね。まあ、坂倉選手が本命で、岡本選手が対抗でいるのかなというような感じになりますね。ここも明日の発表、待ちたいなというふうに思いますけども、坂倉選手にね、ぜひ受賞して、いただきたいなというふうに思っております。坂倉選手、頑張ってください。で、7月のところですね、まだ今日で10日なんで9日、昨日までのね、成績を軽く見ていきますと、石川昂弥選手ですね、大瀬良選手からの左中間、糸の引くような打球打った、それから最後、矢崎選手かな、昨日、はい、からも右中間ね、ツーベースということで見事なバッティング続いておりますけども、打率がなんと4割2分9厘ということで、ヒット数も現状ね、トップで12本となっております。で、OPS の方も11割6分3厘ということになっておりますんでね、現状では、月間 MVP 候補、石川昂弥選手と、まだ3分のね、1が終わった段階なんですけども、石川選手となっております。はい、それに対抗しているのが、我らカープの西川選手ということで、6月もですね、3割7分1厘という非常に素晴らしい成績残したんですけど、そのままね、勢い、維持しておりまして、西川選手が、7月の打率が3割7分9厘となっておりまして、今月はですね、この時点でホームラン2本、それから打点10というふうになっておりますね。ともにですね、6月の成績をもうね、抜かしたというふうになっておりますので、7月のね、月間 MVP 西川龍馬選手あるんじゃないかなというふうには見ておりますんでね、これからもそういう目線でも注目して見ていきたいなというふうに思います。はい、というわけで結論ですね、6月の月間 MVP 明日発表ありますね。7月の11日明日発表あります。6月の月間 MVP は、ひいき目に見て、これはですね、完全にひいき目に見て坂倉選手が、一番ふさわしいんじゃないかなというところでね、まとめたいなというふうに思います。まあ、ジャイアンツファンの方からね、もし見ておれおりましたら、それはないよということをですね、できれば発表がある前にね、皆さんの意見聞きたいんでね、ジャイアンツファンの方は、岡本選手だろうというところを明日の月間 MVP 発表の前に、ぜひともコメント欄に残してください。よろしくお願いします。はい、ということでね、月間 MVP の予想といったところは以上になりまして、その他のところを見ていきます。まずオールスターのところでね、ちょっとニュース入っておりまして、近本選手と湯浅選手がね、湯浅投手が欠場ということになっております。まあ、ともにね、コンディション不良で一軍の登録も抹消されておりますんでね、これは致し方ないかなというふうに思います。で、代わりの選手はというふうに見渡しますと、西川選手がね、この成績でいくと、近本選手の代わりに入ってくるんじゃないかなというふうに思っております。で、松田での試合もありますんでね、秋山選手1人選ばれておりますけど、もう1人ぐらいね、カープの選手野手でね、見たいという声がね、多く聞こえてきそうなので、近本選手に代わって西川選手が入ってくるのかなというふうに思います。
はい、で、ピッチャーのところですね、湯浅投手。まあ、中継ぎといいますかね、今年クローザーで頑張っていた、ピッチャーなんで、同じくね、クローザーで当てはめるとなりますと、矢崎投手なんかがね、補欠って言っちゃかんね、繰り上げで、来るのかなというふうにね、見ております。はい、まあ、矢崎投手もね、前半戦、ちょっと開幕で遅れたところはあったんですけども、そこからですね、栗林投手の不調、穴を埋める活躍というところですね、まあ、影の MVP じゃないかというふうにもね、カープの前半戦の影の MVP じゃないかという声もあるぐらいね、大車輪の活躍してくれましたんでね、オールスター休みでちょっと休んでほしいかなという思いはあるんですけども、まあ、出場のね、機会があればぜひね、矢崎投手もオールスターに出ていただいて、いろんな選手との交流も深めてきてほしいなというふうに思いますんでね、こちらの二人が おそらく選ばれるんじゃないかというようなね、形で予想の方を立てております。はい、そして明日からですね、もう一回、リーグ戦、公式戦の方に、目を向けていきますと、ジャイアンツ戦となっております。はい。で、床田投手と山崎投手のね、予告先発となっております。まあ、ここは勝てるかなというふうに踏んでおります。床田投手が1点、2点ぐらいに抑えて、山崎投手からね、まあ、前回同様に3点以上、取れればいいかなというふうにね、計算しておりますんで、まあ、いいピッチャーでね、苦しめられるような気はしなくもないんですけども、はい。明日はね、ぜひともカープ、勝ちたいなというふうに思いますんでね、皆さん応援の方しっかりしていきましょう。はい。右ピッチャーなんでね、なんとか勝てるんじゃないかなというふうに見ております。はい。で、2戦目がメンデス投手だったかな、ちょっと、チェックの方しておりませんけども、まずは初戦ね、床田投手で勝って、勢いつけて、最終週なんとか5割で乗り切りたいというふうに思いますんでね、皆さん応援の方、よろしくお願いします。はい。というわけで本日の動画は以上となります。試合がないということでね、ちょっと緩めモードで、お伝えしていきましたけども、いかがだったでしょうか。皆さんが思いますセリーグのね、月間 MVP この人じゃないかと、この選手じゃないかと、いったところですね、公式の発表がある前までに、なんとかね、コメント欄に載せていただけると盛り上がると思いますんで、よろしくお願いします。はい。というわけで本日の動画は以上となります。ということで、明日から、前半戦の最終週、皆さん一緒にやっちゃおうやということで終わります。ありがとうございました。失礼します。